わーお、おもう見えてますね。行きましょう。なんかあるよ、なんかほらあそこに。乾杯。チーズ。うまっ。はいどうも、今日はこちらはですね、栃木県ですね、日光にやってまいりました。というのもね、昨日から一泊タイの鬼怒川ですね、星野リゾートさん宿泊いたしまして、で今日朝ね、まあ、チェックアウトしてから車でね13分というね、すごく近くにあります貝川地、同じく星野の温泉宿ございますので、そちらの方に、向かいたいなということで行ってます。まあ一瞬で着いちゃうんですけども、日光の景色でも楽しみながらのんびり向かいたいと思います。まだ時間あったので、足湯カフェ発見したので、こちら入りたい。じゃあ今オーダー頼んできたので、こちらの足湯でね、楽しみたいと思いますけど。ああ、気持ちいい。絶景を眺めながらですよ。あれは立岩大吊橋らしいんですよ。吊橋を眺めながら、甘いものでもいただきたいと思います。この子が桜モンブラン。美味しそう。甘い。朝朝食食べて、手まり寿司食べて、でこれ、横はやっぱ太りますね。幸せ太りということで。はい、到着いたしましたよ。星野の貝川地ですね。はい、やってまいりました。早速行きますか。星野リゾート貝川地。鬼怒川温泉から川沿いに遡った川地温泉郷に佇むお宿、野趣あふれる湯あみや里山の手仕事体験、山の恵みを余すことなくいただける懐石料理など、ここだけの魅力も備えたお宿です。いやー、いいじゃん、素敵ですね。また鬼怒川とは違って、また素敵じゃないですか。入り口からものづくりな感じでね、昨日いろいろとご案内ありましたけど、いちいちこういうのも素敵ですよね。めっちゃいいじゃないですかね。まだ誰も行ってない。ジャムとか行ってますよ。いちごめっちゃ入ってる。あ、なんか可愛いよこれ。一寸法師、かぐや姫、桃太郎、これやばくない。これはい、お部屋の前やってまいりましたよ。松竹梅の間、じゃあ行きますか。お、いいですね。もうすでになんか広そうなお部屋っていう感じですけども、じゃあ早速なんか入っていきましょう。わーお、めちゃめちゃ絶景が広がっております。私食べ物に目がありません。絹、錦、うまそう。冷蔵庫、これ中のやつは全部フリーっぽいですよ。こっちが甘酒で、これが梨ジュースですよ。じゃあ行きますか。お、思わず声が出た。素敵じゃないですか。これは景色をのんびりここで眺めましょうの回ですね。テーブルドーンと和室っていう感じですね。じゃーん、あれ、なんか不思議なお部屋です。これとこれは多分トイレなんですよ。あそこ開けずに、じゃあこっち行きましょう。じゃーん、わーお、ベッドルーム、ふんわりスリープとかっていうね、よく眠れるふかふか布団だと思うんですけど。メインディッシュ行きますか。おっ、もう見えてますね。お湯張ってないからあれですけど、こちら内風呂。内風呂は入らないかな。なぜかというと、じゃーん、温泉。いいですね。やっぱ露天風呂が一番いいんですよね。あ、温度もいい感じです。この景色を眺めながら温泉はむちゃいいですね。昨日ね、思ったよりそんなに広くなかったんで、最低限の広さは大事だなと思いました。これぐらいがちょうどいいんじゃないですか。ベッドルームあって、広めのリビングあってね、でお風呂ということで、で景色眺めると最高じゃないですか。今日はこちらでのんびりしたいと思います。露天風呂付き松竹梅の間、季節の移ろいを楽しみながら湯あみを楽しめる露天風呂を備えた客室、100平米の広さがあり、2つのお部屋が廊下を挟んで位置しているため、2グループでの宿泊もできます。ただいまからお作りいただきます烏山和紙は、烏山という那須の地域で1200年前から作られてきた伝統のある和紙でございます。酵素という原材料をいただいて、こちらのご当地学を行っております。皆様にお使いいただく道具お二つございまして、木枠と吸水マットでございます。ひらがなのしの字を描くように水中に入れていただきまして、そこにつきましたらパンと倒して、また垂直に持ち上げます。せーの、垂直に入れて、パタンと倒して、垂直に持ち上げます。続きまして、和紙を厚くする作業に参ります。垂直に入れていただいて、パタンと倒すところまでは同様でして、今度はですね、そのまま持ち上げて、軽く揺らします。垂直に入れて、パタンと倒して、そのまま持ち上げた状態で、優しく揺らします。もう、ちゃんとなんかね。一番上の大きな木枠を外していただきますが、この際に和紙がくっついてきますので、くっついてきたところに人差し指で押していただいて、剥がしていきます。なるほど。お騒がせになりました。本来大きな木枠
ね。急須マットの瓶ですね、和紙を置いていきますが、下から廃れ持っていただきまして、吸水マットの片側に、このように、廃れと吸水マットで挟みを置いていきます。下の廃れを出していただいて、このように和紙がくっついてきますので、そのまま人差し指で軽く1センチほどを剥がしていただいて、取れた廃は半分に折りたたんでいただいて、再度上から10回ほど削ってお名前の紙を書いていただきます。ピトリと書きました。貼り付けていただいて、はい、大きな木の板に貼り付けていただきます。へえ、行きました。紙作り終わりまして、次はきなこ引きですよ。この1回分の大豆を穴に入れる。あ、なんかめっちゃいい匂いするんだけど、大豆の手袋にも挟まないとダメです。皮脂のとこから出てきたやつがきなこらしい。これきなこらしいよ。最後にザルを使用し、大豆の殻を取り除けば完成。終わり。もうちょっとすりつぶさないとちょっと固体な感じがしてゴツゴツした。けど美味しい。マイきなこ人生初。じゃあね、にっこり梨ジュース。今日は昼間全然食べてないので、ちょっと小腹が空きましたのでね。違うな、甘いもの食べてるな。ちょっとずれてますね。これうまそうだな。あ、うまいね、こういうやつね。でもさ、これ鬼怒川温泉の方、うまっ。晩ご飯までのんびりしたいと思います。今散歩中です。お庭も広くていいよね、ここね。ここちょっと気になってたんですよね。交流庵先人の知恵、雨具体験だって。こういうのをね、着てたんだね、昔の人は。昔の雨具ってなんかすごいよね。これはまあわかるけどね。まあ、こう何でも作っちゃうんだね、これ。同じのでね、これ。涼しい。お庭はどこまで行くんでしょうか。川の音が聞こえる。夜はライトアップされて綺麗とか言ってましたけど。なんかあるよ、なんかほら、あそこに足湯スペース発見しました。じゃあ今から入ってみたいと思います。おー、やっぱ景色って大事っすね。当たり前だけど、川の水の流れる音がね、癒されます。やっぱ将来は足湯もできる家を作らないとダメかもしれないですね。私の未来の家構想が。じゃあ食事の時間ですよ。今からですね、美味しい食事をいただきたいと思いますね。じゃあ乾杯。今日はマスカットジュースですね。ね、いただきましょう。皆さん、手まり寿司ですよ。なんか分からんけど美味しいな。クリームチーズ、クリームチーズ、これもうまい。この料理が花鳥の新茶の上にそら豆が浮き上げておすみしを下げと神を添えたりとしまっています。いますよ、マグリさん。うん、美味しい。次のお料理は大楽盛りでございまして、パス、お作りそのもののお取り合わせでございます。けどやっぱお刺身かな。うん、うまい。これも美味しそうですね。体に良さそうな味。次のお料理、揚げ物でございまして、右手が前にございます。カップルの一品は白魚の主菜揚げでございます。もう美味しそうです。うまい。これ美味しいものはもう、毎日食べれますよ。今までのお店はやはり鶏の挽き肉を挑んだ一品でございます。上手に作りますよね。本当すごいよ、白。うまい。エンドウ豆味です。高知の里山をちなんだお豆ご飯をご用意しております。大豆や小豆、枝豆や黒豆を使用した土鍋ご飯でございます。土鍋ご飯、美味しそうですね。で、お肉ですね。お肉とご飯がやっぱいいですね。こちらに段重ねになっております。どうぞお分けください。段重ね、わー、素敵。こちらは高知特製ミルクムースでございます。季節の果物、これがまた素敵じゃないですか。ね、これ一つ一つ手書きってすごいですよね。せっかく手で書いていただいたんで、ちょっと食べますか。申し訳ないけど、うまい。最高ですよね。やっぱりイチゴは美味しい。安定感ありますね。はい、今日も美味しくいただきましたよ。おお、なんじゃこれ、すごいじゃん。いろいろバージョンですね。なんかいいね、かわいいね、これね。はい、ゲットしました。ということで、これを持って夜の散歩してまーす。はい、おはようございます。
明日ですよ。のんびりですね、本当。はい、今日は川路にまつわる郷土料理を朝からいただけるということで、こちらを見て待っとけって言ってました。ということでね、また今日もたくさんおかずがいっぱいありますね。ではいただきましょう。魚、あ、うまっ。うん、この鮭なんか味付けばご飯ともよく合う。キシゾウ汁、いい出汁出てますよ。これ苦手なお野菜も多いけど美味しいから OK。 はい、食後にちょっと大浴場、少しちょっと行ってみたいと思います。あ、素敵なビーチじゃないですか。あ、アイスキャンディーいただいてみよう。早速お風呂行ってきたいと思います。はい、お風呂ね、いい感じでございましたよ。今回もね、昨日に引き続きなんですけども、外の露天がね、桜満開の中でね、眺めながら入れる。そんなタイプでしたね。お部屋の方戻りまして、最後は、またかという感じですけども、お部屋の露天に入って、チェックアウトの準備もしたいと思います。はい、お部屋の温泉入りました。めっちゃ気持ちいい。そして、絶景ですよ。川の音がね、いい感じでまた癒してくれてますけども、昨日の夜も飲みましたにっこり梨ジュースでね、うまー。最後ね、締めたいと思いますけども、いやー、今回の旅も良かったですね。貝、鬼怒川、そして貝、川路とね、連続でね、泊まってみましたけども、どちらもね、ほんと素敵な宿でしたけども、鬼怒川よりもですね、そもそもお部屋がね、もう倍ぐらい広かったので、温泉もね、素敵な景色を眺めながら入れるという部分ではより川路の方がいいのかなというふうには感じました。こちらではね、アクティビティを2つやりましたね。後で見て帰りましょう。紙を作ったり、きな粉をね、すって作ったりしました。足湯があったのがまた良かったですね。ちなみに料金はこっちの方が安いらしいので、そう考えると、まあどっちかって言ったら川路派ではありますけども、鬼怒川も素敵だったんでね、結論どちらも良かったんじゃないかなと思います。食事に関してはまあ一緒ですね。どちらもね、郷土料理出していただきまして、苦手な野菜も一部ありましたが、それも含めて美味しくですね、いただくことができました。東京からね、車で2時間でね、最高の体験ができるのでね、ほんと今回もね、来てよかったなというふうに感じます。もう少しね、ゆっくりしていきたいんですけども、帰ってから次のね、旅行のプランをね、練らないとダメなので、今日はもうこの後戻りたいと思います。ということで今回もね、貝を2つ行きましたけどね、また近くにね、貝もできるということでございますから、行っても行ってもね、どんどん新しく立ち、いつになったら全部行けるのか分かりませんけども、のんびりですね、まだ行ってない貝を行き続けたいと思います。では今回はね、このぐらいにしまして、また次回ですね、来週素敵な旅行が入っておりますので、それをね、皆さんに配信できるようにね、チャンネル登録まだの方はね、しといていただきまして、コメント高評価などもね、スタッフ一同見ておりますので励みになっております。どしどししていただければ嬉しく思います。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。